俺たちの前に敵はない。俺たちは泣けないし、くじけないし、倒れないし、揃わなくても泣かないし、俺たちは負けない。踏むから踏むから。俺たちは泣けないし、くじけないし、倒れないし、揃わなくても泣かないし、俺たちは泣けないし、くじけないし、倒れないし、揃わなくても泣かないし、俺たちは負けないな。負けませんね。負けないじゃない。合わせないよね。これが俺たちの真の実力だ。え、私軽く流してたよ。アスベリ、お前の力はそんなものか。俺たちは天然ドラゴン第三情報マンの4度目が超下にコンプションとクールマイチャーズ。おーい、最近アスベルが俺たちはって言わなくなった。ああ、アスカルのせいでしょ。シリアンも違うこと言ってた。ねえ、兄さんも大変だな。はい、俺たちは負けない。普通にできるじゃないですか。いつもできてるよ。ねえ、ねえ、弟も大変だな。あれ、終わり。ソフィー、やったね。セリア勝利したね。やったね、ソフィー。あれ、ノア危険を察知して先に行ったぞ。一瞬で肩がついたな。一瞬って何秒くらい。1秒もないくらいだな。キューバートが嘘ついた。クッ、ヒットタッチブラ。アスベルはなんで真っ白い服を着ているの。これか。それはな、そうだ、思いついた。長い。強いね、アスベル。そうでもないか。お前も一人前になったものだな。そうでもないって。戦いでも礼を忘れてはならんぞ。うん。いや、そうじゃないな。こう、いや、まあいっか。カニ玉が好きだそうだね。うん、カニ玉。リチャードなんてロイヤルなカニ玉を食べてるよ、きっと。ロイヤルカニ玉。いや、そんなものはないな。ロイヤルカニ玉、ロイヤルカニ玉。待て、ソフィー。まずは落ち着こうか。大丈夫か、シェリア。立てるか。この優しさがアスベル。暑いな。そうね、本当ね。寒いな。そうですね、本当。アスカル、能天気って何。天気を毎日同じにしちゃう神様の特殊スキルだね。アスカル、すごい。ソフィーってなんでツインテールなの。ツインテール、頭のそれのこと。これ教官が空を飛ぶためだって言ってた。そういうことか。華麗な戦い方だね。そんなことないですよ。ないない。そんなことあるよね。あるある。すごいナイフさばき。他に何隠し持ってんの。別に隠し持ってません。新しい技をひらめいてしまった。ほう。ピーチグミを放り投げて敵が気を取られている隙に。隙に。アップルグミを食べる。俺は逆を進めるな。パスカルが悩んでる。バナナパイを10個食べようか12個食べようか困ってるって。ああ、そう。あのヒューバートがこんなに強くなるなんて。あまり人前で昔の話は。戦いが虚しくなることがあります。ヒューバート、ここの敵は身入りが少ない。非効率です。こら、
かってはいたが、回復の手が足りないな。僕では不服ですか。まあ彼を責めないでやってくれ。俺たちがヒューバートを守ればいいんだ。その不服前提の物言いは何ですか。腕は上げたが、まだまだだな。だってさ、ヒューバート、兄さんの話でしょ。俺から言わせれば、両方だ。ああ。その武器は、なかなかに個性的だな。ストラタの軍事機密です。お教えできませんよ。いや、もう大体は分かった。え、ちょっと、うろたえるの好きだな、お前。異常感は手が高いね。なんで？それはな、リンゴを取りやすくするためだぞ。そっか。堂々と嘘言わないでください。だったぞ。一つ質問があるのだが、どうして俺の防具を外すんだ。いや、その俺の意思じゃないです。アーノはラムダで最後だって言ってたよね。ああそうだ、あの日を最後にエターナルセレニアでは封印した。そっか、違う技か。今度バロニアのパーティー、君たちを招待したい。私たちでですか。きらめくステージに私も立ちたい。じゃあ早速4人で練習だね。オッケー。いろいろ待ち止め。お前は世界をもっと知るといい。うん、それで何を教わったの。うん、昨日はね、あれ、教官なんで逃げるの。